監査請求を行ったのは、先月ツアーの実施は公平性に欠けるなどとして公費支出の差し止めを求めていた市民団体のうち3人で、今日請求書を手渡しました。請求では参加した中高生200人のうち一部の班の1人当たりの旅行代金が51万円となっていて、50万円を超える契約は地方自治法に違反すると訴えています。違法な契約だということで差し止めを求めるということです。50万を超えないということが随意契約の条件なんですけれども、本件は51万になっているので、それはまあ規約に違反していると。昨日第一陣の150人が出発した今回のツアー、地元出身の山本由伸投手を応援しようとおよそ1億3000万円をかけ市が企画したものですが、山本投手は現在負傷者リストに入り、出場のめどは立っていません。市は今月に入りツアーの名称を変更し、応援のニュアンスを薄めていました。アメリカに行ってやっぱり社会や文化、まあ、価値観等にですね触れるということが、まあ、子どもたちの今後の糧になると思いますので、まあ、そこが一番重要じゃないかなと。このツアー事業をめぐる住民監査請求は今回で2回目で、事務局は書類を審査し今後60日以内に判断を示すことにしています。